はい、伊豆津川ですね。伊豆津川は、まあ、手を洗ってもいいんですけど、最近川に入らないでくださいっていう看板ができました川行っちゃう人いるのかな、多分、まあ、手を洗うだけにしてくださいね。最近はパワースポットブームでいろんなことする人がいますからね、わかんないですけどね何をしてるのか。昔は体を清めるためにここに入ってからっていう話があるんですけど、それ現代ではないでください看板できました入るなっつって手は洗うだけにしました。手は洗うだけね手は洗うだけ